なんで Google での検索の話とか、まあ、Yahoo 検索でもどっちでもいいんですけど、ね、それなんでやってるかって言ったら、大勢の意見から自分が思ったであろう意見っていうところに合うものをこうチョイスするようになっちゃってるってことなんですね。で、大多数の意見から自分に合ってるものだけを選ぶようになってしまってるっていうことです。ね、なので、全く考えてないわけじゃないんですけど、自分はこう考えてるんだけど、でも自信がないとか、なんて言われるか不安になってしまうであるとか、自分ごときがなんか意見を言っても仕方ねえよなっていうね、自分を下げてしまうようなことであるとか、まあ、そういうことを思っちゃうんですよね。じゃあね、そうなった時に、大勢の人たちは今どういう意見を持ってるのかなっていうので、まあ Google とかでですね、こう検索して調べてみると思うんですね。まあそれもしないで、脊髄反射でニュースで言ってたことに対して、これはムカつくとかね、あの人が言ってたのこれ本当なのみたいな感じで、なんかね、ものすごくバズってしまうようなのがね、ちらほらと見えるわけですけど、まあそれってやっぱり思考停止なわけで、そうではなくて、そういう脊髄反射するんではなくて、ちょっと待って、その意見って本当に正しいのかなと思って検索すると思うんですね。じゃあそうなってくるとどうなるのかって話なんですけど、